アのラインナップです。こちらは 4-4-2 と予想しました。ゴールキーパー志村、ディフェンス4バック右から岡庭、浦上、市原、袴田、ダブルボランチに石川と小島、右に高柳、左に茂木、そして2トップは室井とアンジェロッティです。藤枝ボール、小島から榎本、前を見た、榎本から矢村が外、下富へと渡って、で再開、下富からのクロスシュート、ショートコーナーできました。横山、もう一度西谷に預けて、西谷からのクロス、小笠原頭に折り返す、シュート、最後は下富。いいバランスでボールを動かしているので、ここからの仕掛け方ですよね。はい、おそらくサイドから人数かけてというところですけれども、岡庭から縦、いいですね、高柳、岡庭に下げ、岡庭のクロス、アンジェロッティ、後ろヘディングシュート、矢村の前、矢村切り返してシュート、アンデルソンの前、アンデルソンシュート、横山シュート、ここも防いだゴールキーパー志村、ナイスセーブ、かわす、はい、状態、アンジェロッティがこの位置でクロスを送る、小島、高柳、後ろには石川、もう一度今度は右に、岡庭からのクロスにアンジェロッティ、あとはもう、ね、判断でいつ仕掛けるか、榎本のクロス、矢村の左足、決まった、ね、ないと思うので、まあ、それが本当生み出したゴールじゃないですかね。はい、さあそしてここもチャンスになる、アンデルソン、アンデルソンが中、自分で行く、左足シュート、もうその間を縫うようなパスで突破を仕掛けてましたけど、非常に効率的な攻撃ですよね、あ、縦、さあ縦、さあここ抜け出した、打てるか、シュート、中野誠也決めた、1点返しました大宮、残留へ、まだ選手たちは諦めていません。今のシーンです。ここ一つキープできて、3対2の状況でワンタッチで出したスルーパス効果的で、まあ、最後小笠原選手のパスがショートしたようには見ましたけれども、ここの仕掛けですよね。中野選手やっぱ裏に抜ける動き得意ですし、ゴールに向かう後ろから高柳反転して、小島から左、フリーになっている泉沢、さあどうする、ドリブルが得意、左足でのクロス、高柳のシュート、藤枝の守備陣が対応しますが、セカンドボールを拾ったのは大宮です。泉沢、さあここどうする、中、高柳どうする、中野のシュート、縦に出した、黒川から中野誠也、さあこれが倒れた、これは、そして笛が鳴った、そうです、ね、あ、レッドカードが出されました。藤枝、小笠原に対してのレッドカード、ゴール裏からの大声援に押されて今1点を追いかけます。さあ中野の前、袴田、そして右が空いていた、茂木のクロスにヘディングシュート、決めた、土壇場で同点に追いついた大宮、決めたのは袴田雄太郎、今シーズンの2点目、まあ、ここの前で起点になったのも袴田選手ですし、なおかつこの右サイドのクロスに入ってきたのも袴田選手、サイドバックの選手なので、藤枝としては1人退場して少なくなった上に、はい、後ろから入ってくる選手を捕まえるのはかなり難しいですけど、まあ、このヘディングも打点高かったですね、はい、素晴らしいゴールでした。さあここもこのこぼれ球を大宮がマイボールにして、あ、頭で乗り返してヘディングシュート、押し込めるか、押し込んだ、
してもこの男、袴田雄太郎が決めました。いやー、1本目北村選手反応はしたんですけど、もう最後は気持ちですかね。人数も入り込んでましたし、はい、喜び爆発の大宮ベンチ。これが3連勝中のチームの勢いか。アディショナルの5分台で大宮逆転。まあ、後半の途中から少し大宮のこう攻撃の仕方、ポジショニングが変わってきたところでうまく対応できなかった。